オーストラリア、ビクトリア州、ギップランド湖のヨットハーバー塗装は、港湾施設の内経由施設、クレーン、林口道路などを整備した領域。塗が常用漢字に入っていない字であるため、不当と表記されることも多い。不当には、船舶が接岸する岸壁、物をあげば、それらの上面であるエプロに貨物を二役する、ガントリークレーンに裁きを行うわや、 貨物などを仮置きする、のずみ場、貨物運送などのための港湾道路、乗客が乗降するフェリーターミナルなどが含まれ、これらを総称して、不団という。また、鳩場とも呼ばれる。不団は形態により、公共不団と専用不団に分けられる。コンテナ船用の不団は、特にコンテナ不団と呼ばれる。日本では、五大港をはじめとする大規模、中規模港湾に存在する。 多数のコンテナを増地できる、コンテナヤード、コンテナを迅速にコンテナ船に積み下ろしできる、ガントリークレーンなどの施設を有し、現代の港湾で最も重要な機能となっており、港湾におけるコンテナ取扱い個数は、各国の経済力、国力を測る指標の一つに挙げられている。フェリー専用の埠頭は、特に、フェリー埠頭と呼ばれる。日本では、箱立港、苫小牧港、小樽港、 室蘭港、青森港、仙台港、両津港、東京港、名古屋港、大阪港、神戸港、高松港、戸野省港、北九州港、博多港などに代表的なフェリー埠頭がある。ABCD、埠頭、出入港を支える仕事、港で見られる船。公益財団法人日本海事項法協会。2020年1月6日閲覧。ありがとうございます。